腰痛なのですが、スクワットの代わりにレッグプレスでも発達しますか？もちろん発達します。でスクワットとかビッグスリーはマストと思われがちなんだけれども、もちろん体型が合っててそれで効果が出てるのであればもちろんやってほしいんだけれども、必ずやらなければいけない種目というのではなくて、特に現在のようにジムの設備が発達している場合、スクワットを使わなくてもレッグプレス、ハックスクワット、それからまあ同じスクワットのスミスマシンを使ったりね、こういったレッグプレスクワット以外の種目で代用もできるので、特に背の高い人とか腰の位置が高い人はスクワットよりも例えばスミスマシンとかハックスクワットの方が大腿部に刺激入りやすいという人もいるので、これはねその人の好みさえ変だけども、その体験によるな。で俺の場合は、個人的には俺の場合はスクワットはものすごく効果があるので、スクワットは、ずっとメイン、足のメイン種目でやってました。